皆さんこんばんは、井圭介です。本日2024年、10月の16日、21時8分、先ほど横浜 DeNA さんの試合が終わりまして、皆さん、お疲れ様でした。今日の試合なんですけども、横浜 DeNA さんと、読売ジャイアンツさんとの試合なんですが、最初の方の、イニングに関しては、待ってくれてる状態で、多分0対0というような状況だったと思います。関西での放送が19時でしたから。でですね、先発の横浜 DeNA さんのその投手の方は、たまにちょっとストライクゾーンが入らなかった時に、解説席の人がですね、もう僕から姿は映ってなくて、口の動きとかはわからないんですけども、僕の方にはっきりと聞こえてきていたのは、ストライクがちょっと入ってなかった状態の時のことを暴れてるっていう表現をしたんですね。で、それを僕の頭を経由して現地の人たちが多分聞いてると思います。で、その現象について、結局、8回、かもしくは9回、9回だったと思うんですけども、巨人の投手の方が、なかなかストライクが入らない状況が、出来上がってるわけじゃないですか。その途中で、ストライク結構取れてたんですよ。思い通りに結構投げれた方なんですよ。横浜 DeNA さんの、投手の方。で、その解説席で、そのボール球を投げさせるためなのか何なのか、暴れてるというような表現があって、なんですけども、そこしっかりと言葉を組み上げて頭の中供給してコントロールを中心にと、1、2塁の場面でしたっけ、そういうふうな場面とかもありましたけども、その辺のところしっかりと踏ん張って、最初すぐに、佐野選手で、ホームラン、打てて、3球勝負に行った時のケースですね。で、こちらの方も3球勝負に行ったケースあったんですよ。で、そこをしっかり、対応できてるんですよ。で、2対0で、今日の試合、しっかり、追加点も取って2対0。その2対0の状況、ロフトコアで点数進んでましたか、しっかりと、バントも、使用していただいてと。やっぱり、フォアボールとかバントとか、やっぱり重要な、要素になってくると思います。今日しっかりと、勝負できたのは、非常に良かったなと思います。で、昨日の状況なんですけども、今日警察にも通報した時に言ってるんですけども、サッカー日本代表の試合がありましたと。で、ホームページは圭介の履歴の一番の方で、昨日に関しては、本日休みにしてますと。サッカー日本代表の試合に関してなんですけども、まずそもそも、グループリーグの1位にはもう第二次グループリーグの試合の方に行けますから、その辺のところでまだトーナメント戦じゃないんで、そんなに、特別こう対応しようというような気もないんですよ。昨日の試合に関して、サッカーに関してなんですけど。で、日本の方が先に先制点してるんですけども、頭の中、かなり、ずっと取られていて、で、法律名とかを心の中とかで組み上げたりだとか、そういったところで対応してこう、頭の中取られないようにしようとしてたんですよ。で、イオンモールの従業員、以前からずっとそうなんですけども、たまに、こっちでやりますとか言い始めて、僕の頭をね、身勝手に、そいつのレジの、ばあさんです、身勝手に、僕の頭の中を大量に、取って、日本のサッカー代表の選手に渡そうとする。こういうふうな連中がいて、その行為自体は違法行為なんです。で、そうすることによって、法のもとに平等とかあるから、結局1対1で終わってるでしょっていうことになるんですよ。で、それとこの件に関しては、もともとオーストラリアさんは資源が豊富な国だから、エネルギーの残存量問題とか、金属とかに関してもそうなんですけども、輸入国云々とかもあって、自然と僕の方もね、
同点ぐらいで終わらしといた方がいいんじゃないかというような形の、あの方向性に、自分がそういうふうな方向で動くような仕組みにもなっています。で、そうしなかったら僕の生活成り立たないんですよ。家の中にいても外からこっちでやるわって言って僕の頭の中をね、身勝手に取っていく連中、そういうのは本当に存在するんですよ。かなり多々います。で、仕事場でもそうでしたし、だからまあ仕事中とか、あの危険な仕事をしている時に、もうあのそういうことがまかり通ってる時点で相当おかしいんですよ。で、まあまあ、さまざまな部分がまあいろいろあって、まあサッカー界に関してはもう先ほどの話でね、特に、こう慌てるような、場面ではないというようなところで、まあちょっといろんな複雑な話がいっぱいあるんですよ。元から政治とあのスポーツ業界って深く関わり合いがありますので、アルゼンチンのサッカー日本代表の国が神の手ゴール1980年代のワールドカップで、マルドーナさん神の手ゴール、アルゼンチンフォークランド紛争、イギリスが、あんなにどう見てもアルゼンチンの方が近いでしょというようなところの、件に関して、まあ、その辺のところはしっかりその方向性で話、もう日本もそうですけども、話しっかりと、もう今の国境のところのところでっていうような形で物事を進めなかったら、本当にややこしい頃の時代でしたから、1980年代に関しては第二次世界大戦が終わった後も他の国では朝鮮半島とかでも戦争ありましたし、ベトナム戦争とかありますし、あまり我々アフリカの方の細かい戦争知らないじゃないですか。あの辺のところもだいぶややこしいことありました、戦争が。で、そこからまだやっぱり10年20年30年程度ではやっぱりその頃の若かった人たちが、その戦争世代の人たちが老人ぐらいになっていて、テレビに出てきた時にややこしいことを言っちゃうんですよ。今でもそうですよ。議論関係とかの番組に関して、まあそこでテレビに向かって、まあ、言う方法とか心の声とかで、まあ、言う時は声出して言うんですけども、まあそれ、まあしっかりと、間に途中で CM が入って、まあ、謝罪してくれる人は謝罪してくれています。報道ステーションという生番組であっても、まあ、だからまあその辺のところで、まあ、一般人の人とかはちょっと無茶しすぎなんです。普通に考えて、そんなことが世の中で、この頭の中の搾取の件の話ですよ。こんなことがこんなに簡単に一人の人間に対して、自分たちはたまに言ってるつもりかもしれません、していいわけないんです。それ横領事件ですから。で、僕は横浜ベイスターズさんの件に関しては自分から率先して勝ちに行って頭の中を供給してるんですから、それは合法なんです。だからその辺のところは全然、法律のことが全然頭の中入ってないんですよ。スーパーマーケットのレジ程度の人間ですから。だからまあその辺のところで、まあ頭解説席ですね、今日の試合。だから解説席で何か余計なことを言うと、そこをこっちが踏ん張った後、まあ、日テレでの放送だったんです、関西。日本テレビ放送の株式会社、読売新聞系列の。まあ、解説席で何か余計なことを言ってみたいなところを、たとえその人が、元横浜 DeNA の人だったとしても、例えば去年の日本シリーズみたいに、阪神タイガースの試合の時に場所更新だったとしても、解説席に糸井さんという存在がいましたと。オリックス・バファローズにもいましたし、阪神タイガースにもいましたと。もうすでに存在自体がややこしいんですよ。で、なんかもうその辺のところは、こちらの方の、判断だとか、まあ、何がどうなるか分かりませんので、とにかく、まあ、こちらの方はしっかりと、今日も一日遊んでませんでしたし、今日一日っていうのは、試合が終わるまでの時間帯ですし、もうその辺、もう未来の時間軸、云々とかもありますから、もう今日一日、0時00過ぎるまで、もう絶対遊ばないでおこうと。もうそういうふうな、形で、もうとにかく、硬いっていうところで、そのディフェンスがすごく硬いというところで、まあ、サードライナー、危ない場面とかもありましたけども、よく見ると、まあ、
十二分に取れる位置で、しかも取り方が無難な取り方、その打球の、高さに合わせた形での、急に慌てて飛ぶんじゃなくて、その打球に合わせるような形でしっかりと、サード宮崎選手だったと思いますけども、取ってると。こういうような形で、良い形で初戦、始めれたかなと、思っています。で、ホームページは YK スケの履歴の一番のところなんですけども、今日もちょっといろいろ、アクセスできるようにはしてるんですけども、日本の輸入に関して、多分サウジアラビアからとかから購入してるんじゃなくて、多分紅海で掘ってるんだと思います、世界中のこの国も。もう一度その27年ぐらい前の、20歳ぐらいの頃の答えにもう一度戻って、結局国連発表の世界国勢ず、えー、すら嘘であったと、そこまで話をたどっていって、物事、人口に関しても世界国勢税もだいぶ当てにならないっていう形で、地震に関しても昔から掘削していて、関東大震災に関しても起きてますので、だから東京都なんか地下鉄が何層にもわたって通ってるわけであって、それ工事してる人たちのその当時の証言とかテレビで見たことあるんですよ。もうそれぐらいみんな知っとうって言わなくてもって、もうあっさりと言われたことが、昔ありました。時間軸を超えますから、そもそも天皇家の人たちから聞いてますから、その辺のことも。ただ後悔のところで掘ってる部分に関しては明確な情報はないんですけども、もう受注ハック、紅海で掘ってるのを輸入っていう形で、世界中どこの国もです。だからアメリカもずっと何かおかしいな、何かおかしいなって思ってたんですよ。世界国勢税見ても、技術的採掘可能の年数が11年のまま横ばいになっていたから、ずっと紅海で掘り続けていて、アメリカの場合は、アラスカのあたり、あのあたりにもう、アメリカの領土があって、で、そこから、補強権ある程度、採掘してる状況であって、これはもう昔からです。ロシアもそうです。で、世界中どこの国も輸入してるっていう数字のところは、多分公海のところ、公の海と書いて公海、自国の領土じゃないんですけども、世界中、どこの国の、海でもあるっていう意味で公海、公の海と書いて公海なんですけども、そこで、石油を採掘、ガスなどを採掘していて。で、それを多分輸入というような表現にしてるんだと思います。そうじゃなかった販売価格を見ても、やっぱりおかしいんですよ、このあたり。1リットルあたり、これだけ円安でも160何円だとか、能登半島の方はちょっと違うんですけども、高いところで198円ぐらいのところを見かけました。190円ぐらいのところは、能登半島のところで、穴水町あたりなんですけども、見かけました。ということで、その辺、そういうような内容とかも、動画での公開はしてるんですけども、自分のホームページから見れるようにしたはずなんですけども、もう消えています。しょっちゅうこういうことが発生してるんですよ。次、電波で聞こえてきた声は、入院やっていうような声が聞こえてきてたんですけども、その短い言葉に、動揺は、私は全くしていません。政府の発表している表立ってのテレビの情報に関して逆らうようなことを言ったら、入院だみたいな脅しをかけてくる。これは今の現代社会なんですよ。バレたら困る人たち。もともと戦争っていうのは世界中行政しかすることができない。だから行政の人たちが悪い。政府上層部の人たちが悪い。これで合ってるんです。で、それを、もともとの第一次世界大戦、第二次世界大戦がもともとそういう状態で、いろいろな裁判が世界中でありまして、
で、今日に至ってエネルギーの残存量問題について、さあみんなでどう対応していきましょうっていうことなんです。まあ、そういうような内容の動画がまだアクセスできなくなっているところが非常に、まあ、厄介だなというところなんですが、ホームページにもこの YouTube 一覧表関係者の方全員へ、天皇家の方たちもです、スポーツ界も経済界も放送界も、まあ、法律業界もテレビ局関係者もです、まあ、大体これだけ文字入れてたら、まあ、全国民が、まあ、大々回答してくると、まあ、そういうような形でそこの欄のところから閲覧できるようになってるはずなんですけども、あ、これです。KVID3416 石油の輸入ですが、公開から採掘してると思います。普通に考えたら分かります。何十年も前と比べて、世界中の年間石油の消費量が倍増しているので、数十カ国で掘削して足りるわけがありませんと。まあ、世界中で、もう自動車の販売してしまった方ですから、いろんなところも世界中で行き渡ってしまった方ですから。だまあ、それでまあ地震が発生してるっていうことを、常に、まあ、昔もそれ何回か僕言っていて、プロ野球業界の方でも淡井圭介がそういうようなことを言ってたっていうことを覚えていらっしゃる方は覚えていらっしゃるでしょうし、まあ多分各球団で記録化してメモしておいた方がいいと思います。まあそれを、元に、考えていくと、まあ、そういう内容も一部、まあ、今日の試合でも、意識しました。以上です。ということで、まあ、もうサッカー界に関してね、もうインターネットで表記したその1回目見た内容と、今度はテレビ局が、まあ、10月6日のサウジアラビア戦の件のことですよ。夜中の3時のところ、その時間帯こちらでは対応できないっていう話なんですけども、10月の11日に報道ステーションで11日の、試合があったかのように放送している。まあまあ、まあ、入院っていう言葉もこの間今日かな、動画で、まあ、閲覧はしないんですけども、まあ、れいわ新選組の山本さんが、まあ、なんか入院だとか、まあ、そういうふうな動画があったんですけども、まあ、どこにどのような動画があって、その内容は本当かどうかまず分からないじゃないですか。この間、党首討論テレビで見たところなんですよ。昨日だったような気がするんですよ。昨日か、まあ、前の日か、まあ、月かどちらかだったと思います。出てきてるんですよ、テレビ。で、だからもうテレビの放送の仕方、本当にもうむちゃくちゃなんで、もうほぼ、ほとんどのニュース、フェイクです。で、まあ、そういった中で、我々は日々生きている中で、正解を探して、生きていかなければならないという状況です。それだとは、多分昨日だと思うんですけども、家の中に置いてあったハサミが盗まれていて、まあ、今日警察に通報して、また、まあ、今日買い物行ってる間に家の中に戻ってきてるという状況なんですが、まあ、サッカー界に関しては、結局それで1対1になってるかもしれないんですよ。結構かなりの回数頭の中取られてましたんで、結構ごっそりの方ですよ、頭の中。まあちょっと動画の最初の方の一番最初の再生するところの1秒のところとかで見てもらったら分かる通り、顔もだいぶもう最初の頃と変わってると。まあこれがまあなぜか本当のことを言うと、裁判所は真実が全てなのに、それ本当のこと言って裁判官が人の顔を撮ってるのかなっていうようなところもありますし、わからないですよ。僕はこの間の法廷行った時は、以前の昔の頃の裁判は違うかったと思うんですけども、この間法廷行った時、書記官の人も裁判官の人も、裁判官の方は男性で完全にご老人の人なんですけども、顔きれいになってるんですよ。書記官の人は女性なんですけども、まあけど年齢はそれなりの人ですよ。それぐらいこの世の中クレイジーなことになってますから、狂ってることになってますから、そんな公正に物事裁けならない人がその綺麗な顔になってたらダメじゃないっていう話になるんですけども、本当に、まあ、まだこれ言ったね、
階段を降りてくるような電波の音の方で攻撃仕掛けてくるんですよ。法律業界は聞いてあげれるでしょ。あ、違う、本当に降りていったみたい。車のドアの音が聞こえた。スタジアムずっと作りっぱなしだったでしょう。捕まえるべき人間を捕まえないんで、ずっと9年間も淡井圭介を、精神病院に入院させて隠蔽をしていた。もう絶対もうスポーツ業界経験した人、もう警察官の方行かない方がいいです。で、それ警察官の方行ってしまうと、今度精神病院に下手に連れて行ったら、今度その人が精神病院に入院させられることになります。だからこれぐらいちょっとややこしい世の中で、もう精神的にも、もう僕もそうですけど、参ってしまいそうになる日も多々ありますけどね、その辺のところ皆さん、頑張って、乗り越えていけたらなとは思うんですけども、河川水門解析玉発電の方が、もう全く、どう始めたらいいのか、もう全くわからない状況ですので、そんな中でも、なんとか今日しっかり一勝できて、よかったと思ってます。以上です。サッカーの方に関してはもう一般人の人はまず分かってないんですよ。まず、あんまりいろんなスポーツ見たところで、その日勝つことだけしか考えてないから、法律で一月に4日休み取得しなきゃダメなんですから、だから昨日に関しては絶対休みにしてましたし、でもうこうなってきたら、そのインターネットで一番最初見た時の日程、それを記録してなかった、しかもメモの方で、もうその次の表してくる日程、それ信じていいかどうかも分かんないんですよ。これぐらいややこしい世の中です。以上です。今の話聞いたら自然ともう皆さん落ち着けるでしょう。本当もうどちらかというと、もう落ち着くどころかちょっと精神的に参りそうなぐらいで、すごく簡単に起こるようなこともないと思います。今日の試合で一番良かったところは、一生もそうなんですけども、安全に、誰も怪我をしなかったと。やっぱりその辺のところは一番いいところではなかったかなと思います。途中で、試してみたんですよ。そのボクシングの試合とかでも、こう安全を、相手を、この間の世界戦に関しても、もしかしたら無料のプライムビデオでしたから、以前 の試合だったかもしれないんですけども、わかんないですよ。もう僕もこんだけいろんなことがありすぎたら、で、一試合一試合記憶に留めておくことが、で、相手選手を倒しに行くこと、田中康生選手の時だったんですけども、倒しに行くこと考えたら、田中康生選手が倒されてるんですよ。だから安全面だけを重視するような形で、中谷選手の方は、うまくいってたと。相手の、だから、いろんなことも僕も公表しますから、その辺のところでも、相手もいろんな対応の仕方があるのか、何なのか。僕もちょっとよくわからないんですよ。何がどうなのかっていうところ。今までのその試合でもそうでもない試合で、普通に勝ってる試合もありますし、世界戦で。だからそういう部分も意識して、今日の試合でもちょっとだけ試してみたことがあるんですよ。安全っていう部分で。で、その時は2ボール、2ストライクのカウントの時で、ランナーがいて、横浜 DeNA の選手の方がバッターボックス、左バッターの方、その選手でしたっけ、なんせ左バッターの方の時だったんですけども、安全っていうワードを一回使ってみたんですよ。そちらに意識した方がうまくいくかなと。それは選手の方に伝わって、インコースの速球だったんですけども、ちょっと後ろにこう避けるような形になったので、野球の今までの性質を考えると、そのワードが聞こえてしまったらデッドボールかなってこう思ってしまうかもしれませんし、それ、聞こえていたのか聞こえてなかったのか、これも多分聞こえてるんだとは思いますけども、それでそういうような動きになって、それはストライクゾーンだったんですけど、そういう現象も一応確認しましたと。今日の試合
全体で言うと、まあそういう形でした。以上です。これ以上長くなりすぎたら、もう皆さん動画があんまり長くなっても大変だと思いますので、これぐらいで、締めくくりたいなと思います。以上です。